カニステルは赤鉄火の常緑樹、またはその果実のこと。カニステルは10メートルほどに成長する小高木である。緑白色の花を咲かせ、7センチメートルほどの長さの黄色がかったオレンジ色の果実を実らせる。果実は食用になる。種商名のカンピキアナは発見地のカンペチェにちなむ。原産地はメキシコから中央アメリカである。ブラジルや台湾、ベトナム。 日本の沖縄県などでも栽培されている。完熟の果実果実は、エッグフルーツ、果物卵とも呼ばれる。果実は甘く、粉質で水分が少なく、ゆで卵の黄身や深しいものようなホクホクした食感がある。一般的なフルーツの方向や酸味、ジューシーさがなく、食べると口の中の水分を吸うため喉が渇く。食べ頃を判別するのが難しく、 完熟にならないと非常に不味である。当たりの果実が数個に1個、または数十個に1個しかないと言われるほど味にばらつきがある果実である。完熟状態になると、まだら模様の黒いシミが浮き上がり、火火が引ける。カニステルは栽培されている台湾や沖縄でもほとんど市場に並ばないマイナーな果実である。近年まで栽培しても売り物にならなかったことから、カニステル。 カネステルなど沖縄の農家の間で刃を込めたダジャレで呼ばれることがあった。ポーテリアカンピキアナ。2009年1月29日閲覧。デジタル大事線プラス。レキマートは。コトバンク。2020年5月28日閲覧。ありがとうございます。